皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2014年公開の、ゴジラ。現代、ゴズエラ。監督はギャレス・エドワーズ。脚本はマックス・ゴレンスタイン、フランク・ダラボン、デビッド・エース・ゴイヤー、など。主な出演は、アーロン・テイラー・ジョンソン、渡辺謙、エリザベス・オルセン、など。日本の原子力発電所で働くジョーは、突然発生した発電所の事故で一緒に働いていた妻サンドラを亡くす。その15年後、アメリカ軍爆発物処理班隊員であるジョーの息子フォードは、日本で暮らす父を訪ねる。原発事故の原因を調べようと侵入禁止区域に足を踏み入れた二人は、そこで思いもよらぬ光景を目にする。というストーリー。ハリウッドによるゴジラの再リメイク版であり、モンスターバースシリーズの第一作。怪獣の巨大さを強調する演出はなかなかいいのだが、全体的に画面が暗くて見づらい。話がアメリカ中心で、主人公が世界を救う、的な展開はいかにもハリウッド大作映画の王道だが、これは想定内。それを差し引いてもストーリーの焦点が定まらず、かなり大雑把でつまらない。何よりも、敵怪獣のデザインがいまいちなのと、メインのはずのゴジラの登場シーンが意外と少ないのも残念。ということで、評価は。Thumbs down.